えー、不法でございます。今回、イギリスのエリザベス女王がお亡くなりになりました。世界最高齢の君主ということで、まあその影響力はかなり強かったんじゃないかなと思いますね。そのエリザベス家っていうのは、そもそもエリザベス一世の時代から、まあ歴史の表舞台に出てくるんですよね。えー、これがね、1533年のエリザベス一世の誕生からです。エリザベス一世はイングランドとアイルランドの女王で、 ヒューダー町第5代にして最後の君主というふうに言われてます。彼女の統治した時代っていうのは特にエリザベス町と言われていたんですが、イングランドの黄金期というふうに言われてますよね。国王ヘンリー8世の次女、メアリー1世はあ異兄弟、エドワード6世は異母弟、通称にザ・バージン・クイーン・グロリアーナ、グッド・クイーン・ベスというね、ちょっと変わった名前が並んでますけども、 まあ、このね、エリザベス王朝ってのはね、世界中、まあ、当時の世界って言ってもそんなに広くはなかったんですけども、まあでも大航海時代っていうのをね、作り上げて、えー、世界中の、まああの、原住民をね、寝やしにしてですね、かなりひどい統治をしていたわけなんですけども、その、 上にあぐらを書いていたのが、まあ、エリザベス女王ということなんですけども、まあ、現在はね、そういう悪どいことはしてませんけども、まあ、いろんな世界中から略奪した、そんな富を元に、今の主権を築いているとしたら、まあ、なかなか素直にね、エリザベス女王、万歳とは言えないところもありますけども、歴史とともに価値観は変わり、今は戦いと略奪によって奪うよりも、 愛情とですね、癒しによって世界をまとめていくっていう風な、やっぱり人類としての文化も育ってきたんですよね。エリザベス女王の死を悼む声も多かったんじゃないかなと思います。在、え、位、ー、はなんと70年ということでね、人生の大半を女王として、えー、君臨したということでございますけども、現在はですね、女王だからといって、なんかね、暴力的であったりとか、 戦争を仕掛けたりとか、そういった血生臭いことはなくてですね、こうやって笑顔ともとに、うん、ただその存在感によって世界に影響をもたらしたんじゃないかなと思います。まあでも歴史を知るとね、こういうふうに一人のお亡くなりになったエリザベス女王の笑顔、その裏に、まあどんな血生な臭い歴史が繰り返されていたのか、もともとイギリスっていうのはもう海賊のなんか国ですからね、 そしてそのイギリスから逃れた人、政治犯や犯罪者が逃れた先にアメリカ大陸があり、結局アメリカを支配して今の形になってるってことは、うん、やっぱりね、軍事が人類を切り開いてきたのかなというところもありますし、今、小かに平和を唱えている、そういった G7 をはじめとする国々も、いや、自分たちの 歴史を反省したのか、それとも反省するべきなのか、いろいろと考えてしまいます。どちらにしても、エリザベス女王、お疲れ様でした。